サイガーファンディング、フランチャイズバージョン。でも、まあ、一店舗半年で黒字化して、はいうん、まだ一年だからね。まあ、その、周りの人たちも、そんなに寄ってこないのも、なんとなく想像はつきますよ。でも、あんまり、それをやってて、一年、二年、三年と経ってたら。やってたら、他が真似が出るとか、そういうことも考えられて、少し早めに出ろって考えですかね、えー。はい、おっしゃる通りですね。はい。その、えー、これはちょっとピー入れてほしいんですけども。っていうところが、もう。 3店舗やってやって,て、うん、そこがあれでうまいこと言ってたんで、えー、もう多分アンテナ張る人はあそこのビジネスモデルを真似して取りに行くはずなんですよね。うん、まだそれが全くいけてない状態だったんでそれだったら今早いうちにっていうので、はい、動かしてもらいました。 すごい浅いですけど全然いい,いいんじゃないですかって <laughs> <laughs> 浅いね。毒舌セレクション見てきたんだって、賀茂さん。ちょっと頑張ってよ。<laughs> 最後の一言でも、株 <laughs>、うん、元社長へって書いてあるから。そうだよ <laughs> いるかもわかんないのに。そ,それ、も強烈に僕、<laughs> 今、はい、強烈に思いました、あれは。毒吐いてほしいんですよね。あのいや、毒は吐いてほしくないんですよ。<laughs> あ、そうですよね。<laughs> <laughs> その、その QA の底が本当に僕の中でめちゃくちゃ刺さってまして。 あとねもう本当株元さんなんでこの番組呼んでるか分かりますね厳しくそのビジネスモデルを追求していただいてちゃんとフランチャイズこれから加盟検討者の皆さんに頼るビジネスモデルが本部の社長なのかってことで加茂さんをお呼びしてるここ数か月仕事してないですよ加茂さんちょっとゴルフのしすぎだってもう, <laughs> もうゴルフ能になってるからさちょ,ちょっとビジネスモデルのあれをちゃんと志願者の喉元を切り裂いてくださいお願いします <laughs> だって今和歌山でフリーランスのほうが志願者のいかなる野望も 鍵分けるストックさん株式会社代表株元勇気年商10億数千人のフリーランス集団を統括する若き野心家は今宵志願者へ手を差し伸べるのかあるいはどうもに喉元をかっ切るのか1店舗やってます、ええ、半年で利益が出るようになって、はい、今120万利益100万でしたっけ利益が出てるわけですよね。はいはい、でこれからフランチャイズ 検討してますっていう状況が、非の打ちどころがないと僕は思っちゃうわけですよ。なるほど。もちろんもう一店舗二店舗あった方がいいっていうのは間違いないんですけど、それ言い始めたらまあもうキリがないと思うんで、じゃあ一店舗だったらダメで二店舗だったらいいっていう理由もなんか明確にはないような気がするんで、で、ただまあ、ここに来るまでに何か今まで募集はされたことはなかったんですかえー、その時の反響が知りたいですほ。本当は出したかったんです。出したかったんですけども、あの、本当にこれですね。 もうこれを参考書に僕はあの勉強をちょっとしてきたんでもう竹村さんの著作ですねあ,<の>ありがとうございますアントレとかに出すなと<う>まずはゼロ時が集まったやないのにもかかわらずアントレに出すなとその通りっていうお声があったのであの正しい出さずにあの地道に無意に声をかけながらただ2000万マックスでかかるっていう人が僕の周りには正直いなかったっていうのが正直なところふだんってどの東京でしたっけ 経営者友達的なネットワークあるんですかえー、フィットネスに関してはほぼないいろんな社長さんのお友達いないんですかっていうことですよねあそうそうお金持ちの友達的なまあ別にどっかでもだからといって試するわけじゃないですもんね、えー、お金持ちのレベルっていうのはどれのレベルですかいやなんかその月100万利益が出る投資物件って全然悪くないような気がするんですよ店舗いっぱいやってる人たちからしたら。 でいいじゃんってなりそうな気はするって思ったんですけどまあそれがなかったっていうのになぜなかったっていう問い詰めたところで意味ないなとも思うんであんまり僕自身が積極的にそういう「そのどうですかどうですか?」っていう風に言ってないっていうのはありますね来るのを待てっていうようなイメージだったのであとはそのビジネスモデル的になんかそのなんか優れたものなんですか うちのの仕組みに関しててはは優れたものだと僕は思っていますすそれれどこが優れてるんですか、えー、まずはその普通に24時間ジム来られた方の、えー、ほとんどがやっぱりやめられたりとか効果が結果が出てないというところなんですけどもうちはその32時間のサポートの中でパーソナルトレーニングを4回入れてましてその4回の中でお客様でしっかり物事を伝えて、えー、4回たった時点で、えー、例えばプランを上げたりとか今これだったら続けられそうというので続けてもらったりとかっていうので l t v が一気に伸びるんで。 その段階で客単価と何もかもがやっぱりプラスして上がるっていう感じですねそれは直営だからできてるんですかそれともフランチャイズで教えればみんな勝手にそれができるようななです、えー、そういうふうにできるように完全に何もかも作り込みましたっていうのはマシンの、えー、入れるマシンだったりとかするトレーニングのプログラムだったりとか使うアプリだったりとかっていうのを全部マニュアル化してますなので、えー、素人の方が来られてもある程度そこまでできるようなレベルにはなってます 求人なのか集客なのか、はい、まあオペレーションの部分なのかでいったら、はい、フランチャイズ本部としての機能はオペレーションみたいななところになるんですか今思ってるのは、えー、ロイヤリティはまあまあ高い金額を取りますのでそのロイヤリティを使って、えー、その僕が思うその4つの分野に全部ぶち込みたいと思ってるんですけども1点が集客その次がリピート率そして、えー、求人、えー、離職率っていうこの4つを完全に抑えに行きたいんですよ。そのために高いいロイヤリティをいただいてます ちなみにロイヤリティの説明書としててもらっていいですか、はい、ロイヤリティは今1ーから15%で考えてます15%っていうのは投資型 FC になった時に僕らも全部回さないといけないので投資型 FC の場合は15%を、はい、だこうと思っていますお金だけ投げるっていうパターンですねなんかえっあ,あんまりなんかそのパこういうパーソナルでもない自分に でなんかその、はい、オペレーションみたいなのが必要なイメージが全くわからないんですけどあえっ、ー、とそうですそこが盲点だと思います他の普通の24時間事務さんっていうのはそういうことを全くやってないんであ<ー>完全に装置としての<に>マシンの装置としての産業なんで発行ビジネスなんですそうですよね、はい、で違うんですね、えー、違いますそれをしちゃうと結局、えー、定着しないんで LDV が劇的に見えるんです確かに確かに 最初の,あの補助をつけて走れるように自転車を走れるようになったら、はい、あとは一人やってってやるとずっと走ってくれるおっしゃる通りです、ね、はい確かに歌舞伎町ホスト界のウォルト・ディズニーニュージェネレーショングループオーナー桑田隆星年商14億緻密な人材育成と YouTube 戦略を駆使しホスト2.0時代を牽引 アジアの富や城の頂点へと駆け上がるネオン街のイノベーターは何を思う最初にトレーニングの仕方が分からないのにどうしたらいいか分かんないまま24時間ジムには行かないですよねえー、おっしゃる通りですねねえ、はい、んかそれを言われたんですよね昨日。確かでお客さんはその分安くなるんでしたっけその分っていうか普通にごめ客単価いくらでしたっけ、えー、今1万1500円ですだもともとの値段が今、えー、8800円ですあなんか いい感じですよね確かにまあだからその2000万かかるんですもんねでもええー、めちゃくちゃ抑えれば1500です1500か、えー、例えばその分割で、えー、支払いを全部間引いていけば初期費用それこそ500万から1000万でできます今の1号店は家賃いくらんええー、坪単価でいうと1万2000円から1万5000円の間で設定をしてますあ<ー>なので家賃でいうと今うちは4十5万前後です40坪ぐらいなんですか、ね、ええ十八。坪38坪へえ あそそんんなにそのそのぐらいの広さでできるんで,す、ね、でききるますへえんかもっとね大げさにでかいのかと思ってた、えー、それをやっちゃうと僕自身がそのでかいジムで例えば500人600人女性だけを集めるってイメージが分かない逆にそれぐらいの大きさをポン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 3キロ圏内に作った方がいいと思いますいけるっていうビジネスなんですねへ、はい、えーはい、そうなんだでも確かにそれはそうだと思いますねいやまさにね岩井社長が先ほどの収録でおっしゃってたね 数字がバシバシ出るっていう方はこういう方ですよね。確かに。めっちゃ頭の回転早いですね,ね。さっきからね、38坪とかね、うん、45万とかね。すごいですよね。しかも、ちゃんとイメージできますね。38坪ぐらいの多分箱だったらちゃんとあるんですよね。えー、あるというのはあいや、なんか全国的にです。あの、ちょっと新宿がめっちゃないんで。 えとそもそも24時間の40坪モデル自体ってかなり少ないと思いますああそっかビルとかがあのちっちゃすぎるんで、うん、あの大手さんがで,できにくいとそういうところがあると思いますなるほどねその人の雇用だったりの問題もあるんで実際100坪モデルで、えー、バーッと展開してるのが大手さん多いです、ね、うんあだからそこは盲点なんですね大手がいかないところでいうとい、ねはい、僕たまたまこれ男性寄りにしてるジムで 株式会社サムライパートナーズ代表入江宏之ユーチューバー光のアパレルブランドリザードなど新時代のクリエイターを起用した事業モデルを生み出すこの男プロモーションファイナンス事業の新しい未来を切り開く投資家シェンロン降臨志願者のいかなる望みを受け止めるのか男性寄りにしてるジムで同じビジネスモデルで。 やってるとこが一店舗だけあるんですけど、相当やっぱ流行ってて。んなんで、これはすごい。どの辺りが同じなんですかはじめ、あの、あサポートが作ってるところですかめは、その、パーソナルなんですよ。ほうほうで、パーソナルで、その会社は、その、パーソナルでやるんですけど、パーソナルって絶対やめるんですよ、いつか。うんうん、それなんでかって言ったら、体が出来上がったら、もう行かなくていいじゃんってなるんで、で、それで、そう、通常のどっかのジムに、自分の近くのジムに行くっていうモデルだったんで、その時に、それじゃダメだって言って、その人たちの会員が住んでる場所が、で、行きやすいとこがどこかって言ったら、大会山だったんですよ。 駅も徒歩2分のところに作ったんですね、うん、でそ,しそしたらサウナとジムだけやっててでそ24時間使えますよみたいな感じでやったらすごいうまくいったっていう他のところで受けた人もそこに来てるっていう状況なんで、うん、なんか言ってる内容がすごくこう制た的な、ね、そうそうそあそです,すごいなみんな使い方分かってる状態で来るんで、ね、こんなに魅力的な事業でこんなに受け答えしっかりしてるけれどもこう身近な加盟がないのはある意味今までこう ね自分から押して加盟させるのも違いますからねそうだから聞かれたらって感じの立場だったわけですよねだそれがなかなかチャンスがめりれわなかったからっていうことなんですよねだからその姿勢もある意味好感度が高いですね友達に営業しまくったと,とそういうのをんかねあと,あと風貌かもしれないですちょっと怖いって言う <laughs>、うん、けどねけどってみてこのギャップにやられますよねいいですよね<う>、うん、じゃあ 大きくししたたらどうしたいですか上場したいとかバイアウトしたいのがなんかいろんな選択肢があるじゃないですかまずはそのお金自体を、えー、他の加盟店さんが儲かるように広告に全部投げたいっていうところがまず1点 1>、はい、でそれがもうちょっと形になってきたときにやっぱりボディービルをしたいですね、はい、ほう今でもできますよそれ <laughs> 自分がボディービルをしたいってことねそ <laughs> ういう夢 <laughs> 今日からできるよっ,つって <laughs> 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 やっぱり、はい、僕自身がボディービルをすごくすることによっていろんな人にその伝達できるんで技術のまあだけどそれだけ好きだってことですねこの業界が <laughs> まあなんか答えになってない気がしますけど、まあ、まあいいんや <laughs> 虎たちの高評価が続く後半戦竹村の著書を読み込むなど万全の体制で臨むタイガーファンディング加盟者がいない点についても虎たちを納得させる答えを導き出したいざ迎えるラストスタイトメント 果たして、どんな未来が待ち受けるのか。だいぶかっにやり取りも進んだと思いますので、はい、そろそろあの締めには変わりたいと思います。はい、森脇さん、えっ、ー、と、じゃ、最後一言、ラストステートメントです。えー、株本さんの、これは一言なんですけども、ちょっとこれだけ見てもいいですか。すみません。株本さんが以前にですね、あのアイディアが秀逸か、行動力がめちゃくちゃあるか、経歴実績が信用に当たるか。 それでもない場合は最後の手段を,を取る ということはもうリスクを捨てようことしかないよというふうにある志願者の方におっしゃられてたんですけどもそのアイディア行動力経歴実績は FC 本部の代表としてそれはもう当然必要なことと思ってまして、えー、この場に出るっていうこと自体が今回は僕も最大のリスクやと思って来させてもらいました、えー、今日の自分が今の僕は実力だと思いますんでもしご協力いただけなかったとしても僕はもう自分で頑張って FC の道を切り開いていきたいと思ってます はい、ではこれより最終決断に入ってまいります。ではまず竹村さんお願いします。はい、えっ、ー、と僕はこれですね。今回はふんわりということで、なんでどっぷりにいかないかっていうと、ちょっとねあの最後ちょっと革新的な話でしたけど、やめないやめる人が多くならないっていうね、そこがちょっとまだいろいろ話をして。 うんね、確信を持ちたい。まあ可能性の話じゃないですか。まだ1年しかやってないんだから。カーブスが何でうまくいくかっておばあちゃんは辞めないからなんですよね。若い人はダイエットでやめ、一旦できたら辞めちゃうっていう人は多かったんですよ。でそこはもうちょっと話をして確信を持ちたいっていう感じで。まあ、でも、あのー、可能性はあると思います。あ,あと聞き忘れたらちょっとアマゾネスっていう名前がどうなのかなと僕はちょっと思いました。<laughs> 皆さんどうでしょうかっていう感じです。はい、確かにちょっとね。はい。ありがとうございます。では、カブオさん。 じゃあこれがいいと思いますはい何、はい、かごめんなさいあの毒舌を林社長から求められていた中で特に本当に毒舌できる場所がなかったのでてかまあ基本フランチャイズチャンネルでそういう人しか来ないような印象ですけど <laughs> うん確かに完成してますね、はい、であとはあの、まあ、受け答えもそうですし動画映えしそうな感じじゃないですか風貌が ちょっとその不動産とか買取とかそっち系の感じなんであの片着の人が加盟しづらいのかなって思ったりはしましたはい、はい、ありがとうございますでは桑田さんはい僕もどっぷりでいってほしいなと思いましたはいまあ34歳という年齢で、うん、まあ確かに林さんの突っ込むその人脈の部分は引っかかる部分はありますけどまあでもなんかすごい勝負かけるような なんか覇気を感じるんで、応援したいなと思いました。ありがとうございます。はい。はい。続いて入江さんお願いします。じゃあ、僕も。どっぷりと手伝うで。僕、あの。実は投資かなりやってまして、あの。 大阪でも実は今3件ほどやってて、不動産の業者さんも今、不動産も今5年目に差し掛かるんですけど、まあ、例えば、まあこ、この事業でもしもダメだったとしても多分他のことで多分成功、いつか成功するんで、ずっとなんかこう、僕が逆に、投資してもいいかなと思いました、普通に。<ー>逆に、普通になんか、普通に。だから、なんか、僕はなんか FC を、まあ、反対派ではないですけど、その、 XC よりも自分たちで店舗行けるところまで作って、そこから XC 広げた方がなんが、強気で行ける XC になってから、XC 広げた方が、多分ビジネスモデルとして、多分最終的に成功するんじゃないかなと思ったんで、逆に本当にあの投資希望だったら全然投資しますよっていう感じです家さん、いよいよ本家タイガーファンディングの虎じゃないですか。 ええ、全然僕あの、あの、ちょっと出れば大丈夫です。<laughs> <laughs> ちょいちょい出てお願いしますな。なんでこれ簡単に振られるのということで、えっ、ー、と、えー、竹村さんがふんわり手伝う。他のお三方はどっぷり手伝うということになりましたが、最後、最終決断は林さんに回ってまいります。はい、では林さん、ファイナルジャッジメントです。 ま、ちょっとね、あの、すごい魅力的なビジネス問題なんですけど、ちょっと風貌が、とかいうことは冗談で、もっぷり手伝っていただきます。<laughs> よろしくお願いします。<laughs> はい、どうですかいや、もう、すごいいいですよね。なんか、本部の社長っぽいです。あの、まだ未完成だけれども、この人にかけてやってみたいっていう人が、いそうな気がします。なので、ちょっと意地悪な質問しましたけど、逆にそれは、みんなに、営業してこなかったからこそだと思うんで、逆に、そういうところを僕たちがサポートできれば嬉しいなと思います。なんか、 すごいね。あの、入江さんからもね、何やってもうまく引く人と投資してもいいっていうぐらいですから、そういう魅力がこの短時間でも伝わってきたんですごい良かったと思います。ぜひよろしくお願いします。なんか、基本、あの、傾向的に筋トレ系の人って、あの、リより頭悪いんですよ、会話者でも。<laughs> もうやめたほうがいいよ。<laughs> 刺されるよ、本当に。<laughs> 怖いですね、この人は。<laughs> なんか、SNS <laughs> とかで絡んでくる変な人って、結構、自分の筋肉アップしてる人多くて。 の中で数字の受け答えすごい早かったんで,で逆にでも筋トレ系の人ってこう自分を追い込めるというかあの根性あるっていう言い方だとちょっとあれかもしれないですけどなのでこう、まあ、投,げな投げ出さないみたいなだから投げ出さないかつお頭いいみたいなのがすごい井出さんがおっしゃってた何でもうまくいくみたいなところで僕も思ったりしました。 はい、では、えーと、見事にですね、林さんからどっぷり手伝うという札が出ましたので、林さん、協力確約権ですね。はい、はい。を差し上げたいと思います。どうぞ。すごい、よかったです。楽しいです。います今度もよろしくお願,いしますお願いします。ありがとうございます。じゃあ、短めに、今日の感想一言どうぞ。ありがとうございます。本当にありがとうございます。めちゃくちゃ緊張しました。はじ <laughs> め、どうしようか思いました。もうぶっ飛んでしまって。<laughs> 何も何も言えてないと思って、ちょっと取れ高あったかなと思ったんですけど、途中から言われたことに対してはあの全部頭に入ったんで、特に数字の部分はもう完璧に頭に入れ込んでたんで、はいはいもうもう一個聞いていいですか？はいそこに置いてる虎みたいななんなんですか？これあのー、お守りあお守り持ってきたんですね。<laughs> <laughs> はい岩井さんの心をくすぐるやつだ。<laughs> 見てなかったん <laughs> はい。 守ってくれましたね守ってくれましたま、ねえー、はい、はい、改めておめでとうございました完璧といえるフランチャイズ計画に虎が唸るビジネスの完成度と志願者の人柄で見事どっぷりと手伝う結果へフィットネス業界シェア1%を目指して新たなビジネスが動き出す女性が輝く未来を切り開く挑戦は 続報を待て